してるの電話とラインが来る。こんにちは皆さん、私たちは日本はすごいチャンネル、僕はアンドリューです。デイビッドです。今日のビデオは、今日のビデオは竹藤久保選手、久保選手サッカースターでめっちゃ若いんです。何歳ぐらい、何歳でしたっけ、コメントのところで教えてくださいめっちゃ若いんですよ、もう多分20歳22歳ぐらいなんだけど、もう日本ですごい頑張ってすぐスペインに行って、で今オリンピックで3試合連続ゴール取って、もう、あ、そうですか。めっちゃ背低くて、もうドリブリング、そのボールのコントロールが上手くて、メッシみたい。そう、そう、そんな感じで、いいな、ちょっとみんなと一緒に、久保さんのドリブリングを一緒に見てみようと思います。Let's go! じゃあ、Let's watch it! あ、久保久保。Alright, 久保。なんかすごいベイビーフェイスだから。あ、早いね。早いね。なんか、足の速さがすごい。ピピ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 やべえ、滑ったけど、久保選手はアメリカに行ったら、まあアメリカサッカーそんなに上手くないけど、アメリカ行ったら弱い、誰でも倒れる。スペインがいいね、スペインがいいね、アメリカにいないで、リアルマドリードのチームで、なんかいろんなチームがローンって言ったり、でも若いよ、ほんまに若い。なんかユースチームの中学生の時の日本のチームで結構メグ、いやー皆さん、メグメグ分かりますか、サッカー。メグ英語だけかどうか分からないけど、足と足の間にボールを蹴ったらナッツメグとかメグ、ぜひ教えてください。多分若い時も今もどっちも若く見えるから、久保選手はすごいね。ドリブリングだけでもう誰もボール取れないから。そうね、なんていうの、でもね、changing direction quickly、その方向を早く変えることができるから。そうね、いきなりこう言ってると思ってたらクシュッとか、そうそうそう、チュッチュッチュッ、もうジグザグするから いいね。でも彼はあのスペイン語もできるですね。スペイン語もできる、もうしゃべれる、すごいうまい、かっこいい、うん、すごいね。アスタラビスタベイビー、もうスペイン語わからない、メキシコ人
のクォーターなんで、ハーフ、ハーフ。ハーフけど。ハーフけど、これから久保選手と一緒に頑張ります。そうね、久保さん、ちょっと今度教えてください。まあ、デイビッドはスペイン語がダメかもしれないですけど、英語がうまいんです。で、私たち、ラブコメディの英語コースを作っているので、もし英語を勉強したいなら、オリジナルのラブコメディを見ながら、楽しく、国的に日常英会話を学習できるコースを提供しています。詳しくは概要欄の URL より公式ウェブサイトをご覧ください。はい、皆さん、今日のビデオ一緒に見てくれてありがとうございます。もし気に入ったらぜひ、チャンネル登録してください。私たちはおすすめのビデオ、こういうスポーツとかコメディ、ビデオ、いろいろ日本はすごいところを見たいから、日本文化とか。そうね、いろいろ、コメントのところを教えてください。お願いします。じゃあ、久保選手と同じようなドリブリングを私たちも前進んでいこう。いや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 。バイバーイ。